耶！三十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 。あ、本当にボケかすって言われたい。お前電話取れ、女のボケかす。電話取れ、お前女ら。はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。いつもと違ってマイクを使って喋ってないので、もしかしたら聞き取りにくいかもしれません。ご容赦ください。よろしくお願いいたします。今日は令和5年2023年6月15日木曜日、お昼の12時頃であります。この動画の一つ前の動画で、立花隆一人放送局の、株主総会の、案内ですね。まあ、議案の内容であったりね、まあまあまあ参考資料ということで、多分そういった情報、データというものが、まあ、QR コードを読み取ることによって、まあ、確認ができるといったようなことだったとは思うんですけども、まあお聞きいただいた通り、その後の対応というものを待っていたんですが、まあ、結局お電話はいただけてませんね。で、ただ、昨夜、立花隆のツイッター、まあ、ある方からね、情報提供をいただいて、ちょっと僕と立花総合ブロックになってるんで、互いのツイッターは見れないんですけども、まあ、ある方から情報をいただきまして、昨夜、立花隆のツイッターで、立花隆一人放送局株式会社の株主総会の参考資料が現在閲覧できなくなっております。明日、全株主様に新しい URL を郵送させていただきますので、今しばらくお待ちくださいって、そういうツイートしてるんですよ。昨日も言いましたけどね。まあ、この前の一つ前の動画でも言いましたけど、もう郵送する前に確認しろよって、もう初歩的なミスだよこんなのっていうレベルなんですよ。で、まあ今現在ね、その新たな情報全く得てないんで分かりませんけども、もともとは、その議決権行使書だったかな、議決権の行使をするにあたって、その書類を6月20日筆着だったんです。だから、来週の火曜日かな?なんですよ。その筆着は変わんないのかなという不安がまず一つと、もし変わんないのであれば、今日木曜日、15日木曜日ですよ。で、今日発送してるんでしょう。で、速達としてまあ明日届いたとしましょう。17、18。土日挟んで大丈夫なんですかね、これ。総会の日時変更とか、筆着の締め切り変更とか、そういった対応はされてるんでしょうか。自分たちの、あえて自分たちのって言い方しますけど、自分たちのミスを棚に上げて、締め切りや開催日は変更しないんでしょうか。その辺が非常に不安ですし、どういう対応になっているのか全くわかりません。わかる方がいらっしゃったらコメント欄にコメントください。よろしくお願いします。まあね、私昨日ツイッターでそういったちょっと匂わせのね、ツイートをしました。その、先ほど読んだね、立花隆の、なんだっけ、ツイートをね、スクショした画像を載っけた上で、まあ、これを指摘したのは私ですって言ったようなツイートをしたから、昨日の夜、まあ、夜の10時、9時、10時ぐらいまで待ってたんですけどもね、
まあ、電話かかってこないなと。で、まあ、今日のお昼になってもやっぱり着信は入ってないんで、まあ、その辺のねアフターケアというか対応、まあ、僕だと分かったからもうアフターケアしないのか、それとも手抜きなのか分かりませんけども、その辺の対応もどうなのかなとは思いますし、あとなんかそのついでにちょっといじっとくと、立花孫氏のツイートの下の方にね、たまたまですけども、まあ、末永ゆかりが疲れたって言ってますけど、この件で疲れてるんですかね、もしかしてもしかしてですよ、わかりませんよ、知りませんよ、ね、この QR コードの対応で、やらされて疲れたって言ってるのか知りませんけども、いやーね、ポテンシャルの高い高スペックな方がこんなミスをして、まあ、そもそもこの方がやられたかどうかは知りませんけどもね、自分のミスで、自分のミスで仕事を増やして疲れたって言ってるのかどうか知りませんけど、でも疲れたってツイートする暇はあるんですねと。という、闇ぐらいは言ってやろうかなというふうには思いますね。はい。あとは何か言うことあるかな。まあ、そんなもんかな。まあ、そんな感じですかね。まあ、早ければ明日かな、立花隆一人放送局から、新たな書類というものが届くでしょうから、まあ、それをね確認して議決権の行使をさせていただこうというふうには思います。はい、まあ、NHK 同様非常に事務処理がずさんだということがね、分かりましたってこともあるし、これもうすでに議決権交渉提出されている方いらっしゃるんですかね。ちゃんと中身内容理解した上でって理解できるわけないと思うんですけど、もう賛成ありきで議決権を行使された方っていうのは、僕からしたらもうまさしく盲信バカなんだろうなと。しかもまあこの状況下でね、立花隆がいつ逮捕されるかわからない、 NHK 党のコールセンターにお金を貸し付けたりだとか意味不明なことを最近特にやっていると。でチューナーレステレビもね、立花隆一人放送局から、まあまあ言わない方がいいかな。でも言っちゃおう。立花隆一人放送局から売ればいいのに、なぜか株式会社立花隆という会社をわざわざ立ち上げて、まあ名義変更なのかな、その辺はわかりませんけども、とにかく、立花隆一人放送局からチューナーレステレビを売ればいいのに、そういったことをしない。というところから見ても、明らかに株主に対して利益を還元しようという気がさらさらなさそうと。こんな経営者が、まあ、こんな経営者をか、こんな経営者を有能扱いしているボンクラどもよと、対外にしろよという気持ちでいっぱいです。はい、一時はね株手放そうかと思いましたけども、まあ、立花隆を追求する材料としてはこれ十分かなということでね、まあ、今現在は保持し続けているという状況であります。はい、まあ、これがね、何を意味してるかっていうのは、まあ皆さん、勝手にご想像してください。はい。まあいろんな方がね、本当にね、立花隆に対して、いろんな思いを抱えていると。まあしょうがないですよね。立花隆の人間性、人望のなさ、人を人と思っていないような態度を取ったがゆえの、今日の立花隆があるわけでね。まあ、責任取ってもらいましょうというところであります。はい、まあ、そんな感じです。またね、続報をお届けできることがあれば、この件に関しての続報、YouTube 作りたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。以上です。